はい、こんばんは、パパゲーノです。いつもご視聴ありがとうございます。いや、今日ね、探索行ってきて疲れちゃいました。前回の動画で明日は探索に行くから早寝するんだとかって言ったんですけどね、なんかね、結局夜更かししちゃいましてね、起きるのが遅くなりましてね、だからまあ予定変更だとかって思ってどこにしようかななんてまたしばらく考えて、さらに家を出るのが遅くなりましてね、なんてことがありましたけど、まあでもね、前から目をつけていた廃道を行ってきましたけどね、次の動画やっぱり今日の探索にしようかななんて思ったりとかね、困ってます。とりあえず編集ソフトに入れて様子見てから考えます。でね、勝手に恒例今日の食事、昼間ローソンのね、手巻きシーチキンマヨネーズと、それからローソンはみ出るバーガーメンチカツソース、そう、このメンチカツソースは美味しかった。うん、145円だったんだけど、結構食い出があったしね、味も良かったです。これも買ったんですけどね、これは結局食べませんでした。どうしよう、明日か明後日ぐらい食べます。でね、夕飯は帰り道の途中にあるね、中華料理屋さんで定食食べてきました。なんだっけ、750円のラーメンセットなんだけど、これがね、担々麺と中華丼のセットね、これがね、750円にしては食い出があった。最近こう増えてる中国人の方がやっている中華料理屋さん、もともとあった潰れた食堂を居抜きかなんかでね、代わりに入って始めてる、最近よくあるじゃないですか。ああいうお店って実はラーメンそんなに美味しくないんですよね。一般論なんですけどね、特に東京ラーメンみたいな感じでさ、醤油ラーメン、ああいうのはいまいちですよね。ラーメンがそもそも西洋料理と洋食みたいな関係みたいなもんでさ、実は日本風にアレンジされちゃっているんで、中国の方が作る東京ラーメンってなんかいまいち違うんですよね。だけど僕は四川風の担々麺だったんで、普通に美味しく食べることができました。それからあと普通のなんていうのかな、おかず類というか丼物ってのは、まあとにかく美味しいですよね。中華丼美味しかったです。なんでこうやってね、これね、前にメンタリスト DAIGO さんから確かどっか YouTube の動画で言ってたんですけど、1日の食事を記録していると自動的に痩せるらしいんですよ。本当かななんて思うんですけどね。だからね、こういうペラペラ言ってるんですけどね。ただ問題点はこれから食べるものが記録できないってことなんですね。これ僕体重減らなかったら1日分全部記録してるわけではないからだってことになりますね。まあ何言ってるのかよくわかんないですけどね。こんなこと言ってても面白くないですよね。この後本日の探索の模様ね、写真何枚かチラチラチラだけね、紹介したいと思います。これね、古道に入って最初の切り通しなんですけどね、いや、これを見た時はテンション上がりましたね。ワクワクのドキドキですわ。ただね、この先しばらく進んでいくと、あれあれなんてことがあったりしたんですけど、まあそれはともかく、その先、これね、ここ植林地のようになってるんですけど、古道はこの左のね、築堤状のところなんですよ。これなんかね、なかなかご機嫌な古道の風景ですよね。ちなみにここはもうほぼ完全に廃道だと思います。国土調査は入ってるようなんですけど、それ以外にほとんど人入ってきていないような雰囲気ですね。でね、なぜかゴルフ場を見下ろすところに出てきてしまいました。あれとかって思ったんですけど、ここでそろそろ異変に気づくべきだったんですけどね、うん、だけどね、こんな感じでのんきに記念写真なんて撮ってますよ。まあ、どのような顛末になったかは動画をご覧くださいませ。まだ作ってないですけどね。で、ちょっとまあ廃道とは外れるんですけど、みんな大好きな廃屋、廃墟ね、まあこんなところとか、それからまあこんなところもありました。これはね、ちょっとまあ本編のネタとしては弱いので、こちらね、サブチャンネルの方で紹介するかもしれません。ということで、よろしくお願いします。ということでした。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。